ジャイアントモアはニュージーランドに生息していた飛べない大型の鳥類モアの一種。和名は大関王モア、全滅種の一つ。鳥類ダチョウ目もアカに属し、頭頂までの高さは最大で約3.6メートル、体重は250キログラムほどであったと推定されている。現存する最も大きな鳥であるダチョウよりもはるかに巨体であり、 全滅種を含めると世界で最も背の高い鳥であったとされる。一度の産卵数は2から4個と言われ、また長いくちばしの先が下に曲がっていた。明確な性的苦手性を持ち、オスよりもメスの方が大型で、高さで1.5倍、重さで2.8倍程度の差があったとされる。植生は草食で普段は、おとなしい性格で、天敵は、 ファーストイーグルのみであったがその性格ゆえに人間にたやすく乱獲された。自然環境の温暖化や繁殖力の低さが一番の原因は移住した、マオリ族による乱獲や根棒で足を殴りつける、槍で攻撃するなどの補殺によって、1500年代よりも前には絶滅していたと推測されている。モアの故障の由来については、ヨーロッパ人が原住民に、 モアの骨を集めさせた折にもっと骨をよこせと言ったのを原住民が鳥の名前と勘違いしたのだという説をはじめいくつかの考説が存在する。ちなみにマオリ人はこの鳥の仲間をタレポと呼んでいた。マオリ族の証言の中に自分の祖父がジャイアントモアを食べたというものもあり、少なくとも19世紀頃までは生存していたのではないかという説があり、 1993年にホテル経営者のパディ・フリーニがホテルの客寄せのための虚偽の可能性の高い写真を撮影し生存説が話題になる。以前の1800年代にはニュージーランドの湖や海岸周辺で数件の目撃報告があり、ニュージーランドの南東の原生林には1990年代までは生息、または現在も生息しているという説もある。 日本でも1970年に学術調査が行われ、モアの骨格から再現した鳴き声をスピーカーで森林に流しおびき出す作戦が行われたが失敗している。ただし南東でも500年間生存している痕跡は発見されておらず、目撃されたのはペットとして輸入されたエミューやキーウィの5人という説もあり、生存の可能性はほぼ皆無である。ちなみに体重は 同じく全滅種の鳥であるエピオルニスの方が、より重く、400から 500kg あったと推定されている。ありがとうございます。